スクフォース141が ACS モジュールを奪還した。二人が軍事基地を制圧し、次は君の出番だ。昨日までの君は一兵士に過ぎんが、今日からは軍服や軍隊などは過去の遺物だ。今や戦争はどこにでも起こり、犠牲者もまたしかり。この男マカロフは自分の戦争を戦い続けている。人身売買、拷問、虐殺、見境なしだ。奴はどんな旗や国や理念にも準じない。血で金をあがなう以外にはな。こいつが君のボスだ。奴に取り入るためどれだけ犠牲を払ったと思う？犠牲には君も含まれるがな。だが救う者に比べれば些細なものだ。津波ボーン殺せ。ロシア人だ。計算通りだ。武器と残弾をチェックしろ。この日を待っていたぞ。みんなそうさ。
だ、行くぞ。行け。ザカイフのためにFSB だ、始末しろ。動画に敵はいない。
撃つんじゃない。よくやった、乗れ。この襲撃は強烈なメッセージになるぞ、マカロフ。分かってないな。こいつがメッセージだ。アメリカ人は裏を書いたつもりだし、奴らが死体を見つける頃にはロシア人は怒りに立ち上がっているだろう。